よね。一番の、前髪上げてみたんだけど、どう？大好きですか？いやーガイデコ広いってさ、よく言われるんだけど、どう？動き出したのが9時20分ぐらい。あと10分で終わるべとか思ってたらなかなかの量でして、こんな時間になってしまいました。でこ広でも頑張った。ちょっと人いじめの時投げていいか、その子。あ、いよ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 人いじめ、どこも愛を込めて。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ニヤニヤしてるな。出るじゃん、出なくするように設定したのって。まあ眠いからあくび出たんじゃなくて目ん玉が乾いた。おお、設定で潜れるようにした。あ、私もした。なんかエボ君に教えてもらった。アイボ君いるのになんでアイコン出てないのって聞いて、そしたらなんか私はレベル30以上だからできるんだって教えてもらったからやった。
グリン、やっぱモグリンにしたいよね。なんか出てるとさ、コメントしなきゃって焦っちゃうからさ。するの忘れちゃうんだよね。インスタで。じゃあ何で笑うかな。そうそう、潜りの方がいいね。そうそう、一緒には投げないと言いにくいよね。え、そうだよね、言いにくいんだよ。
めっちゃ分かんない、めっちゃ見えたい、ちょっと待ってて、なんとかする。今コンタクト外して洗浄液で目洗ったんだけど、痛い、こっちの目痛い。なんだろう、ありがとう、目開けられない。大丈夫になってきたか、コンタクト外した、コンタクト外した、大丈夫、飛んできて、飛んできて、コンタクト外して、目薬ないかい？ある、この目薬なんかコンタクト洗浄液バーって目にかけたの、メタは実質だ。怖いこと言わないでよ。なんか入ってんのかな、いや入ってはない、まあ大丈夫なはず、大丈夫なはず、ちょっと大丈夫すぎそうだな。リュック、リュック、いやー来てくれてありがとう。あ、リュウおかえり、おかえり。リュウくんのさ、枠に行ってもなかなか一言目が発せないサダコです。なんて言って入ればいいですか？出てこい、あれいなくなっちゃった、でもだんだん痛みがなくなってきました。皆さんごめんなさいね、さっきは。サラコー、俺もほんと
ちしてある。片思いなんだ片思いなんだ。リュウくん気づいてないのかもしれないね。今度一緒に幕行って、サラコのお姉ちゃんだよって言おう。サラコサラコサラコだよ。サラコサラコ元気？メイクダークテイヨセラッカゆったりが来てくれてたの覚えてる。はい、気持ち落ちます。僕の皆さんまたです。了解です。またね。次はちゃんと宣伝してからにします。ごめんなさい。なんかね、宣伝報告告知だな。下半期で出てくると思ったね。元気よ。告知してからの方が絶対いいから、告知頑張ります。頑張るほどのことでもないんだけど、ね、今日やばいな。寝てなくてさ、クマやばくない？私昨日2時に寝たの。2時じゃない、3時くらいに寝た。なんか2時ぐらいまで友達とトランプしてた。寮で来た友達なんだ。うまいです。ありがとう。あ、ちかちゃん、ちかちゃん来てくれた。ありがとう。困らずに、ありがとうございます。たこちゃん投げに出てごめん。 OK 難しいのだ。動画だけ見てガチ上げしてね。うん、 OK。 またね。ありがとう来てくれて。でもね、じゃあ TikTok のジェンドライバーの演奏を聴いてたの。何そのエモい時間、エモいな。ジェンド、私はもうなんかトランプ、なんか2人で時事抜きやったんだけど、最後の3枚になるまで、とりあえず心理戦になるまでもうなんか分けていろいろやっても意味ないの。こうパッて引いて、パッて2枚出して、パッて引かれて今相手出して、繰り返して最後こちらとかやってた。てかおかえり、ビアのビアの始まるのなと思った。ちかちゃんもういない。たぶんちかちゃんもういない。トランプってリアルの、そうリアルの友達、なんか勉強やろうってなって、いいよって勉強に集まったんだけど、でなかなか勉強を、携帯とか見て全然進まねえなーって言って、2時間ぐらいからやって、でなんかやっと終わって、トランプやりたいって言ってたよねっつって、トランプ出してきて、最初スピードやって、お金やって、知事抜きやって、神経衰弱やって、で繰り返した。すごい楽しかった。すごい海ね、これ。大頑張った。何これ、大富豪じゃないのか。大運命何これ、そんなの。はっ、ゆうけさん、ゆうけさん、いらっしゃい。私ありがとう。チョコレあげる。こんばんは。大貧民ってトランプ知らない。何それ、知らない。
皆さんもいらっしゃいながらコメント浮上してるね。大貧民って何みんな分かる。七並べやろ。やっと二人でやるもんじゃないものをたくさんやりました。大富豪とか大貧民とかですかね。大貧民って何大富豪は映画か分かんないけど聞いたことがある。大貧民か分かんない。撮ってるのが案外の映画ってすごく嬉しいかなって嬉しいめっちゃ可愛いな。よしはさん、よし、よかったコメント登場しててね。やばい、やばい、めっちゃ見たい。なんかさ、さっきからさ、めっちゃヒリヒリするのウィンクしてるわけじゃないんだけど、白目見ちゃう。みんな、なんか入ってる？ねえ、大貧民って何？どうやんの？ありがとう。眠くなってきた。じゃあ、なんかやばかった。ハイタちゃんもさ、うん、かわいいって言われて、またくつぶったよ。うん、なんか今日バイト中もちょっとヒリヒリしててさ、油でも入ったかな。油、バス来ない？あー、いや、あの、それはゆっちゃんが、バス、その次、それを逃したらその次はバスないのかっていうのに対して、バスはないよって感じ。ちゃんと時間通りの乗れたよ、バスは。ただ今日ね、ちょっと、あ、そういうこと、ちょっと恥ずかしかったな。なんかピザ、うん、ピザおやきっていうパンがあるんだけどさ、うちので、なんかそれをあげると、ピザの中にそれを油であげるとさ、なんか揚げ揚げピッツァとかいう、そう、ピザおやきとかいう、ピザおやきとかいうやつを油で揚げると、揚げピッツァっていうやつになるんですよ。あの、商品名が変わるのね。ではでは、なぎゅうちゃん、もしかして集めてきてくれたの？ありがとう、ありがとう、キララ。それでですね、なんか揚げピッツァになるんですけども、それをなんか今日一緒にバイトしてた人が、これあげたら食べるって聞いてきたんで、食べますって言って、でなんかあげたんだけど、なんか砂糖が入ってる容器しかなかったので、そこにカタンってやっちゃうと、揚げピッツァにも砂糖がかかっちゃうんですよ。揚げパンも一緒にあげてたんだけど、でなんかそのピザにもちょ、今月はガチャ
一番得点作るので皆さん貸してってね。 10K で、このサイン付きのやつをこう出します。それで何の話だっけ。あ、そう、揚げ揚げピッツァの話で、なんかそれピザも砂糖につけるんですかって言おうと思ったら、なんか揚げ揚げピッツァの名前でさ、そのピッツァもとか言っちゃってちょっと恥ずかしかったです。文字がちらいですよ。頑張って頑張って。なんと 500K ちょっと規模でかいんですけど、 500K ではサラコのインスタの親しい友達に招待するので、皆さん頑張ってください。頑張ってください。よろしくお願いします。サラコの親しい友達はもうなんか、おはよう、おはよう、おやすみとかそんなんしかあげないけど、タイトルアイテムが注意不要ってしたら来てくれたようで、投げて来てくれた。逆にアイテム不要ですよって言うと投げてくれるのかな。もしかしたら台無し、またコメントしてね。でもそんなね、頑張って稼いで、それだけに注意見よう。すぐ落ちちゃうの、うん、ありがとうね、投げ来てくれて。マー君、お仕事頑張れ頑張れ、マー君ありがとう。マー君にも言わないっす。マー君ありがとうありがとう。三井でぐらいやめますから、やっちゃん。なんかありがとうってこちらこそありがとうだよ。お仕事こんな時間か。お仕事なんだ。夜勤とかか。大変だな。マー君本当にするのよかったらお願いします、お願いします。マー君もいなくなっちゃった。痛い痛い、ダメだっけ、めっちゃ痛い。毎回いなくなっちゃう。さくらさん、いらっしゃい。よかったらコメント以上してってね。
うん、あれは落ち着かない、落ち着かないやり全然ね。私結構学校に遊び行ってあげてるのに居座るよ毎回、お、痛い東で今日見たらこれで生きてく。手足り入ったりする、え、そうなの、また来ちゃったとか言ってね、ここにね。固めってブサイクだ。6、7今日は短めにしておく。そこ、そうだね、短めにしておきます。一応毎日配信することが目標なので、短めにしておいて明日頑張ります。明日目を直しておいて。なんでこんな痛いんだろうね。あと今日はちょっと寝不足気味なのですぐに寝ます。ありがとうね、やっちゃん、今日も来てくれて。ピクミン寝たらこれ薬塗るゲーム配信する。ゲーム配信しててさ、なんかコメントしても全然読んでくれないよね、やっちゃん。見えないのかな、ゲーム配信。なんか一人でもこのことやってるなぁと思って見てた。お休みモードと何してるからかな。それ解除すれば上に出てきた。読めるかも。ピクミン楽しくなってきた。ピクミン、パソコンと両方でやれば見れる。あ、そう、そうなの。じゃあコメントするか返してね。大変か、でもパソコンと両方でやる、無理せずって感じ。帰ってこなかったら眺めとく。使いに行くそのピクミンが可愛い。吉田姿可愛いんだってね。ピクミン何しても可愛いの、本当に。手がもうゆきゆきしてる、カチ可愛いよね。さて、そろそろ終わろうかな。じゃあ15分に終わろう。あと明日はちょっと告知して、ちょっとみんな集めよう。そうしよう。そしたらこの後やってみるの。 OK、 了解、ありがとう。でも来てくれてありがとうね。ありがとうね。よし、十分。ちょっと目ん玉洗います。油絶対入った。なんか思い当たるのあるもん。う、いたって思ったんだけど、コンタクトしてたから大丈夫だったね。多分あの時痛かった。さあ、だこお疲れ様、ちゃんと寝ようね。レスキー、またね。またね。夜ご飯も食べたよ。ハンバーグだった。ハンバーグめっちゃうまかった。で、明日のお昼ご飯もお弁当にハンバーグ入れてもらう。楽しみ。ハンバーグ大好物なんだ。おー、焼きやね。ハンバーグマジでも、なんか和風とデミグラスソースが選べて、毎回私和風にしてる。さっぱり。ゆっちゃんは今日何食べたんですか。ショコラやシャインやかと運動場してね。きしめんカレー、麺入ってるカレー、麺カレー。なんかよっちゃんと話してると新ワードがなんか続々と出てくる。あ、そうなんだ。なんかカレーヌードルみたいな、そんな感じ。かゆっ、絶対焼けたんだよね、私。黒い。日焼け止めちゃんと塗んないと。焼け止め塗んないで出歩ってんの。
クリの鈴鹿にしえ、うまそう、めっちゃうまそう、いいな。来てくれて今日も一日お疲れ様です。またさら。